これさ、いつも出たら、これは預かりだけど、あ、ここが見張り。クリビティもいいんだけど、ガキがあるの。あ、前からね、これ気になってた場所なんですけど、ちょっと今日こちらにおじいちゃんがなんか案内してくれるし、岡山究極の謎スポット。いつも出たらこれは預かりだけど、自動車でそんな売れないと思ったら、俺と買うんが多いからな、売ったわな。誰なら言ったら、後で聞いたら、とりあえず謎だが最後まで謎で終わるかもしれない。100回ぐらい見たら理解できるかもしれない。こっから境目という、それでね、天神訓練に八山合戦いうのがある。戦いがあったんですか。天正9年1581年、合戦がここであった。近くの常山城の女武将の自害の話から6年後のことである。天正9年八山合戦。そしたら見張りになる。あ、ここが見張り。クリビティもいいんだけど、崖があるの。あ、その崖にね、一人が一人立てて古い穴を掘った、はいはい、丸い穴もある。へ、何かの見張り台がある。見張り場所だった。すぐ行ける感じなんですかね。監視小屋がある。その場所へ連れて行ってくれることに。2時間以上のやり取りでここまでに至ったのだったが、2時間戦いについて説明され、特別に案内していただけることに。この裏に合戦の見張り台があるとは全くも想像がつかない。入れなかったらまあ大丈夫ですけど、もし行けると、遠くから見張り台へ突き進む。
ああなるほど。これがあの小島湖ですね。はいはい。おなんかこれが合戦の見張り穴。合戦の見張り穴。こちらが500年以上前に掘られた見張り穴だというわけだ。入れるらしい。あ、ここはここで見張りしてたわけだ。あ、なるほど。こうやってもう見張りしてたってことですね。あー、これはでも昔は多分ああいう干拓地なかったからね。これ左、そうだね、うん。敵軍の船を監視していたのだろう。あー壊れたの。お突き進む通り道が、この先に抜け道があり上に戻ることができるようです。意外と。無事に戻ってくることができました。他を案内してくれることに。お話によれば、こちらのすべての建物を15年かけて作ったということです。資料館がある。ちょっと入りましょうか。もうすごいですね。スピチューブインスタグラム始めました。お得な情報プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。うなぎのいけす、これ関連のね、工事をしながら立山の資料を貯め取ったものを展示したんです。どうぞどうぞ。あ、すいません、失礼します。出せんようにしたら保存してもいいと思います。あ、いろいろ あるわけですね。あ、本当だ本当だ。どういう説明するできるんだろう。
中へ買ったり、これは中へ、ね、あ、なるほど。結構立派なものがある。30分ぐらいの熱い説明が続く。お地蔵さんって見て大丈夫ですかね。お地蔵上の、はい、どうやったら行けるんですかね。これ上がってみて。あ、ほんまですか。これ上がっていける、うん、これ上がっていける。あ、わかりました。ありがとうございます。よっ、はい、はい、ありがとうございます。下、うわ、あ、まっすぐで、はい、はい、うわ、あ、これがお地蔵です。こちらのお地蔵さんへの行く道、普通に下から行けたような感じですね。というような感じになっております。次回に続きます。それでは、理解できなかった方は再び最初からご視聴よろしくお願いします。ありがとうございました。ヤバンスピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。